難しいよな。何かあったんですか。え、ほらさっき話してたじゃないですか、主任とうまくいってるとか言ってないとか。うん、うん、いやうちは関係ないよ。あれ彼女の勘繰りすぎだよ。そうでしょうね。当たり前。いやでもパリと日本とずいぶん離れてて不安になるってことないんですか本当に。そんなこと考えてたらきりないよ。それ向こうだって同じだろ。お互い信頼し合うしかないんじゃないの。信頼ね、うん、信じて頼るか。そういうこと。女房に惚れて家内安全ってやつ。いや俺も結婚しちゃおうかな。その気もないくせに見つけんだろ究極の相手を。いや道は険しいっすね。いらっしゃいませ。ようこそバー魂の恋人へ。どうぞこちらへ。お客様お一人でいらっしゃいますか。ただいまバーテンダーの方が席を外しておりますので私がオーダーをお伺いいたします。あ、いたんだ。はい、もしもし。私、京子。おお、どうした。ねえ、私からの手紙届いてる。ん、ちょっと待って。うん、あったあった。それ見てね、返事もらいたいんだけど。じゃあね。おい、もしもし。なんだよ。来てますでしょうか。こちらで待ち合わせしたいって言われてきたんですけど。お見えになっておりますが今お着替え中でして。何なのかしら。一方的に電話があって切られてしまって。伊沢様お着替えお済みになりました。どうか。うん、いいんじゃない。最近はすっかり人が変わったみたいにおしゃれになって。あなたのおかげね。恐れ入ります。で、用って何。その前に奥様も一つご試着よろしいでしょうか。試着。はい、お願いいたします。ちょっと大丈夫ですか。奥様のお着替えが終わりました。どうぞ。綺麗。こちらもまた一段とお似合いでございますね。あの、どういうことでしょう。こちらのお召し物はすべてご主人様から奥様への贈り物でございます。え、今日が何の日か知ってるかい。
今日って結婚記念日だよ、僕たちの。ああ、庄司様、真紀子様、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞこちらに並べいただけますか。失礼します。いかがでしょうか。奥様の方はよりシックに、そして大胆に、ご主人様の方はさりげない遊び心と思いやりをテーマに、我々で今日のお二人のために心を込めてご用意させていただきました。お気に召しましたでしょうか。どうだい。とてもあなたのアイデアとは思えないけど。実は鈴木さんからいただいたアイデアだった。いや、私は嬉しいわ。ありがとう。ではこの後はお二人で素敵な夜をお過ごしください。え？いや、食事に行こうと思って予約してあるんだ。あ、変われば変わるものですね。じゃあ皆さん、いろいろありがとうございました。おめでとうございます。気をつけて、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。とりあえず破談なくいったようですね。どうなるでしょうね、あの二人。これから夜景の見えるフレンチレストランでゆっくり食事をしながら今後のことをじっくり話し合う。いい方向に行くよ、きっと。うん、そんなにうまくいくかしら。ご存知ですか、お二人がいらしたお店。え、なんかあるの。10年前に伊沢様が奥様にプロポーズしたお店なんですって。へえ、それもチーフのアドバイスですか。うん、まあ仕上げはタイムマシーンとでも言いましょうか。原点に戻って見つめ合う、またそこから二人でやり直していただく、そういうのが一番いいかと思いましてね。うん、そういうことには頭働くんですね。そういうことにもっていうの。お疲れさん。お疲れ様です。うまくいったんだって。ありがとうございます。行くか。行きましょうか。行きましょう。あ、いいですね。じゃあみんなで行きましょう。あ、みんなで、ね、おごりますよ。あ、嬉しい。おごりおごりやね。あ、いいよ。大丈夫さ。落ちましたよ。あ、すいません。いかがでございますか。お食事の方はお口に合いますでしょうか。うん、美味しくいただいて。ご結婚10周年おめでとうございます。これは我々スタッフからの心ばかりのお祝いでございます。奥様、どうもありがとう。驚いたな、こんなところまでずかずか入り込んで失礼いたしました。あ、もしよろしかったらご一緒にいかがかしら。とんでもございません。いや、実はご主人様のお忘れ物を届けに来ただけでして。こちら、お宅でしたか。よかった。大切なもので。ええ、妻へのプレゼントが入ってるんです。聞いていただけませんか。え、いてください。証人というか見届けていただけませんか。いや、しかし。お願いします。君が僕と別れたがってるってことは知ってたよ。他に好きな人がいるってことも。あの、分かってて
でもそれに触れたくなかった。いや、触れる勇気がなかったんだ。君には経済力もある。いつでも出ていける。一人になったらどうしよう。世間って自分の見え、そんなことばっかり考えてた。